皆さんこんにちは、わたがっしーです。今回なんですけれども、私が10年間パチンコを打ってきて体験したことがある面白いエピソード5連発ということでお話ししていきたいと思います。で、以前ですね、3ヶ月ぐらい前に同じような、ね、感じで、面白いお客さんだったり面白い店員さんいないですかみたいなアンケートを皆さんに募集してですね、そういった動画もアップしておりますので、もしかしたら今回の動画重複している部分があるかもしれないんですけれども、そこはご理解のほどよろしくお願いします。で、今回は面白いエピソード5連発なんですけれども、これシリーズ化していて、他にもね、スカッとするお話だったり、ほっこりする話、感動する話だったり、うざいお話とかね、そういった部分もお話ししておりますので、概要欄にリンク貼っておきますので、興味がある方はそちらの動画を見ていただければと思います。はい、というわけでですね、今回は私が10年間パチンコを打ってきて体験したことがある面白いエピソード5連発ということでお話ししていきたいと思います。まず1つ目、ボスロの入れ墨やろうということでですね、私が20円スロットで期待値稼働をしている時に、20スローがこちら側にあって、5円スロットがこちら側にあったので、まあ20スローから5円スロットの方を見ることはできるわけなんですよ。で、私が普通に20スローで立ち回っている時に、5円スロットの角台にね、まあ入れ墨バンバン入っている男の人、多分30歳ぐらいだと思うんですけれども、もうピンポイントで30歳いってしまったんですけど、本当それぐらいなんですね。それぐらいの方が、まあ、打っていたわけなんですよ。ミリオンゴッド神々の凱旋を打っていました。で、もうここら辺からもう全部入れ墨が入ってるような感じで、タンクトップの服着て、ここら辺からもうバーって見れるような服着ていて、ある時にね、その人が店員さんをねポチッと呼び出したんですよ。で、店員さんが来て、どうされましたかみたいな感じで、さすがにその遠かったので声までは聞こえないんですけれども、おいどうなってんだよみたいな、データランプを指さして、どうなってんだよこれ、ハマりすぎだろみたいな感じで、めちゃめちゃ文句言っていたんですね。で、店員さんは立ったまま、ほんとペコペコとした感じでね、すごくね気弱そうな方だったので、大丈夫かなとか思ってたんですけれども、そのね入れ墨男は、こうやってもうドヤ座りって言ったんですかね、もうこんな感じで座って、おいどうしてくれんだよこのゲーム数よみたいな感じでおそらく言っていたんでしょうね。ゲーム数見たら、まあ1100ゲームぐらいだったので、まあそことかハマっていたわけなんですよ。で、5円スロットで起こるのもどうなのみたいな感じで私思っていたのと、あとね、残り380ゲームぐらいで店長なんだから、わざわざここのゲーム数で呼ばなくてもいいのになと思いつつ、おそらくね、まあ1000ゲーム超えてさすがに堪忍袋の尾が切れてしまったのでしょう。はい、店員さんにね、ものすごく文句を言っておりました。で、これがね、数秒で終わればまだいい方じゃないですか。お前ふざけんなよ、ここまでハマらせやがって、ふざけんなで終わればまだいいじゃないですか。そのね、入れ墨男はもう何十分もね、その店員さんを立たせて、もうずーっと文句言ってるんですよ。自分の、スロットは全く回さないで、もう店員さんに文句言いまくりで、いや、店員さんが悪いんじゃなくて、そのスロット代を選んだあなたが悪いんでしょうとか思いつつもね、店員さんちょっとかわいそうだなとか思って、まぁ、ちょっと面白い話っていうわけではないんですけれども、店員さんがね、かわいそうに思ったというお話でした。はい、一応ね、20スロー打ってる側から見てちょっとね、面白いかなと思いましたので、こちら側で投稿させていただきました。はい、これが1つ目。2つ目、これがですね、元職場の人ですね。私が外仕事してる時に、まあ外仕事はあまり期間長くやってないんですけれども、その時に、元職場の人が経験したお話で、5円スロットで北斗の拳の初代のやつかな、世紀末救世主かなんかを打っててですね、5000枚ぐらい出したんですよ、その人は。で、まあ、金がなかったから5円スロットを打っていたわけなんですけれども、5円スロットで5000発っていったら、まあ、2万5000円ぐらい、当時10日交換だったので2万5000円ぐらいになるはずだったんですね。で、交換するときに店員さんが、まあ、こうやってドル箱を運んで、5円スロットのジェットカウンターにバーって流すわけじゃないですか、普通ならね。なんですけれども、その店員さんどうしたかっていうと、そのねドル箱をバーって持って20円スロットのジェットカウンターまで行ってしまったんですよ。で、私その時いなかったんでね、もうわからないんですけれども、20円スロットのところにね4箱ぐらい持って、ジャジャジャって全部開けちゃって、5000枚ぐらいですバーって開けて、そのままね、その人換金しちゃって、10万円換金だったらしいんですよ。まあ20円スロットなんでね、5000枚なんで、10万円換金みたいな感じでですね、その職場の人がもちろん行けないんですよ。これ5円スロットなんですけどって言えばいい話なんですけれども、まあ、お金がなかったのかなのかは分からないですが、店員さんにも言わないで、そのまま10万円換金して帰ってこれたっていうね、帰ってこれたっていうかね、本当はいけないんですが、そういうことをしてしまったというお話ですね。
はい、まあ、そのお店には当分行かなかったみたいなんですけれども、結構何ヶ月か経って、普通に行ったら何事もなかったようです。はい、まあ、そんなエピソードがありました。まあ、私が実際に体験したっていうわけじゃないんですけれども、元職場の人が体験したお話でした。はい、次3つ目、これがですね3年前ですね、ミリオンゴッドの、神々の凱旋でですね、ゴッドぞろいを引いた人が、いました。で、そのゴッドぞろいでですね、まあ、めちゃくちゃドヤっていたわけですよ。もうドヤっていて、もうね勝ち盛りも勝ち盛りして、もうその前にも結構メダル出していたから、もう下皿にも結構メダルあったし、上にもねドル箱が何個積んであったわけなんですよ。で勝ち盛りにして本当に山にして、で上にもう置くところ全然ないのに、ドル箱置くところないのに、もう頑張ってねこうやって持って、上に置こうとしたところで、そのねドル箱が崩れて自分のところにバーってもうね、もうシャワーのようにメダルが降ってきたんですよ。ジャ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 って降ってきて、うわーこれやっちまったなって、多分皆さんもね、経験がある方いらっしゃるかと思いますし、近くで見たことがある方いらっしゃると思うんですけれども、本当ね、ドル箱のシャワーみたいな感じでバーってなっちゃって、でね、その人もやばい顔してですね、ドヤ顔していたのにもう焦ったような表情になっちゃって、いやーね、店員さんと一緒に拾っていたけれども、周りの人は一切誰も協力せずみたいな感じでですね、いや非常に面白いエピソードでした。はい、これが3つ目。次4つ目、これはですね、平和のボタンくるくるで火傷事件というね、ちょっと私が勝手に命名したんですけれども、これもね元職場でですね、ある先輩がいて、まあ、とにかくそのパチンコを打つたびに話を持ってしまう人がいたわけなんですよ。1万発しか出してないのに今日は3万発出したぞとか、5000発しか出してないのに1万発も出しちゃったみたいな感じで言ったりとか、あの負けているのにもかかわらず、おい勝ちまくったぞみたいな感じでね、その盛り具合が誰にでも分かるようなレベルだったんですよ。でそのある時に、平和のボタンって、1個前の筐体ってボタンくるくる回る筐体じゃないですか。コウモンチャマだったりルパン三世とかがそうなんですけれども、くるくる回る筐体ってあれね、手で触っても、まあ、簡単に止まるので火傷って絶対しないわけなんですね。なんですけれども、その元職場の先輩がですね、ボタンくるくるを体験しすぎて、ちょっとここで止めていたら火傷したんだけどみたいな感じ、ここ見ても全然赤くもなってないし、いや何嘘言ってんのと思ったんですけれども、まあそういうことも言えずにね、あ火傷したんですか、大丈夫ですかみたいな感じで言ったんですけれども、実際にね、私がその違う日にそのボタンくるくるのところをね、ここで止めてみたら、ちょっと触るだけでボタンくるくる止まるわけなんですよ。何言ってんだこの人と思ったんですけれども、まあそういったね、面白いエピソードがありました。はい、これが平和のボタンくるくるで火傷事件っていうね、私の元職場ではめちゃくちゃ流行ったお話なんですけれども、はい、採用させていただきました。はい、最後5つ目ですね、これが、クロックスですってんコロリン事件なんですけれども、私の地域って、雪が降る地域なんですよ。で冬にもね、まあ、結構並ぶようなお店があってですね、で、ある日ね、そのクロックスで並んでいる若者がいたわけなんですよ。でかなり先頭の方に並んでいて、寒い寒いみたいな感じでやってたんですけれども、まあ、お目当ての台があったらしくて、結構先頭の方に並んでいたんですね。でその台を取られまいとね、回転したと同時にもう猛ダッシュでね、走ってその走ったんですよ。走ってスロット台のところに行ったら、もうね途中でそのパチンココーナーぐらいのあたりでもうずってんころりんと思いっきりこけたわけなんですね。でそのこけ方が尋常じゃないほどこけて、本当にもうなんて言うんだろう、もう何回転するかみたいな、なんかそのもうちょっと言葉では伝えきれないんですけれども、本当に面白いこけ方をしてですね、もうコロ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 って転がっちゃってですね、はい、もうそういったことがあってね、もう面白すぎてこれ絶対動画で話そうと思ったんですけれども、思いっきりこけて結局自分の狙い台を座ることができなかったというね、ちょっと面白いエピソードがありましたので、これを採用させていただきました。はい、まあそんな感じで5つご紹介させていただいたんですけれども、最後にじゃあ番外編として最後に1つご紹介します。でこれが私の地元で打った時ではなくて、ちょっとね離れたところで打った時のお話なんですが、ミリオンゴッドのゼウスバージョンってあったじゃないですか。まあ今の凱旋の1個前の機種なんですけれども、その際をね打っているアメリカ人と日本人のハーフなのかな、まあ結構その日本人とはね離れたような顔をしている、ハーフみたいな顔をしている人がいらっしゃいました。でその人が AART 中かな AT 中かな AT 中にその天空の扉がバンッ
ってしまってですね、でその人を見てたらですね、めちゃくちゃお祈りしてるわけなんです。天にもううおーってこんな感じでお祈りしてて、もう絶対もうゴッドソロしてくれみたいな感じでお祈りしてて、でもうねもう気合を入れて飲み物も飲んでタバコも吸って準備完了みたいな感じで、そこからですね第一停止ボンって押したら7が止まりました。で、まあ、あの ART 中なので確定ではないですよね、7が揃って小さくねってよしみたいなガッツポーズしたんですね。小さくガッツポーズして、で第二停止ですね、もう慎重に慎重に第二停止をボンとしたらズルルルルって音だったんですね。あのゴッドソレがするテンパイ音だったわけなんですよ。そしたらですね、もう椅子から飛び降りてというか、もう席立ってもうバーってもう思いっきりバンザイしたわけなんですよ。うおーみたいな感じでバンザイして、そのままねかっこよくバーンって第三停止を押して、ゴッドソレの場面でしばしもうね沈黙で外行って、何したのかは分からないですけども外に出ておりました。はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、あのゴッド揃いをするのに ものすごくガッツポーズをした人がいたっていうね、そんな番外編のエピソードでした。といった感じでですね、番外編も含めて合計で6個ご紹介させていただいたんですけれども、面白いエピソードはありましたでしょうか。もしかしたらね一つも面白い話なかったなと思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そういった方も最後にねグッドボタン押してくださると嬉しいです。で、皆さんのね面白いエピソードもどしどし募集しておりますので、コメント欄の方でね書き込みしていってください。でチャンネル登録がまだの方はこういったね、動画もどんどんアップしていこうかなと思いますので、チャンネル登録していってください。で、私綿菓子はツイッターもやっておりますので、毎日有益なツイートを心がけておりますので、フォローがまだの方はフォローもよろしくお願いします。そんな感じで今回の動画は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。